サボンチャンネル。はい、始まりました。わあ、この度観光協会で作りましたヒバゴンオンラインツアーの再生回数がなんと800回を超えました。わー。ということで切るからね、そこ、うん、ということで今日は皆さんにお礼と、あと撮影秘話と、まあ、ちょっとカットしたとことか、あと西条町の魅力、あと感想とかをね、はい、聞きたいと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、はい、じゃあまずは一番大変だった西条川の撮影についてなんですけど、うん、どうだった？なんか魚もなんかいっぱい取れたんで、うん、すごく楽しくできました。うわー、すごい面白いね。そう、その時に三石くんがヒバゴンの着ぐるみを実は着てたシーンがあったんだけど、はい、ちょっとカットされまして、はい、うん、原因は何ですか？原因は 何だったんでしょうね。映ってはいけないもん。いや、映っていけないものが映ってたとかじゃないんだけど、うん、時間の都合だと。そうそうそう、時間の都合ですね、うん、ちょっとこの回に多分今ピッとか映ってるかもしれない。あ、うん、そんな感じです。はい、ここら辺と、あとは今オンラインツアーも公開してるんですけど、あとヒバゴン50周年記念の本が近日中に発売されます。わで、そのヒバゴン本の中身はっていうと、前に40周年の時にヒバゴン本っていう本を出したんだけど、そこから10年間経っているので、その10年間の間にまたヒバゴンがどう変わっていったのかっていうか、最上長でどういう風になっていったのかとか、あと前回本の方に載せられなかった探検隊の人、当時の調査隊の人たちのインタビューとか、うん、あとまあ町の人の声、ヒバゴンに対する、うん、そういうのが追加されてたりとか、うん、まあでも可愛い存在としてね、うんうん、これからもちょっとこうなんか外に PR していきたいよね、ヒバゴンの町最上としてね、うん、そうそうですね。はい、でこの度翡翠高校は、はい、ヒバゴン音頭と、あとヒバゴン音頭踊ってくれたりとか、ヒバゴン50周年の記念のうちわを、これは誰が作ったんだったっけ？生徒会でこのロゴも作りました。頑張りましたね、うん、はい、じゃあまあね、そういうことで、うん、ヒバゴンは生きてます、ね、生きてますっていうことでね。お前それはやめてやめてよ、うん、はい、じゃあ最後にまたもう一回、はい、YouTube で公開しております。ヒバゴン50周年記念オンラインツアー見てください。お前 QR コード、うん、QR コードもあります。西条町観光協会で検索。コロナ禍がね収束したら実際にこのツアーもしたいなと思ってるので、その時は添乗員する？添乗員します。どう？え、添乗員案内する人？そうそう、エギさんと一緒にガイドする？わからん、わからん。また見てねじゃんけんぽん。サザエさんみたいな。来週も来てください。絞り方がする。